はい、どうも、しばです。ということで、実写、いつぶりですか？かなり久しぶりに撮ってる記憶あるんですけど、まあ、僕が実写を撮るときは、基本的にはまあ、重大発表があったりだとか、ご報告があったりだと思います。ということでね、まあ本当に、まあ、ついに、ですか。長かったな、今思うと。まあ貯めてても、仕方がないと思うので、僕の方から言わせていただきます。すみません、こんな格好で、本当申し訳ないんですけど、言わせていただきます。私、芝。ついにですね、ちょっとすみません。ついに、結婚しました。結婚しました。結婚しました。いやー、これは報告するかは迷ってたんですけども、僕今年23なんですけど、まあどのくらい前だったかな ?3 年前くらいかもしんないですね。もうそのぐらいだったかもしんないんですけど、3年前くらいからずっと、まあお付き合いをさせていただいてる人がいて、その人と、見事、ゴールインということで、今日は来てもらってて、皆さんにこの画面越しでね、説明するのはすごい、申し訳ないんですけども、せっかくなら、映ってもらおうかなということで。いい？君じゃない。いいって。もう、恥ずかしがってて、ちょっと、呼んできます。すいません。ちょっと、もう、恥ずかしがって出てこなかったんですけども、まあ、なんとか出てきてくれました。もう長かったんですけどもね、いろいろあって、まあ、紆余曲折ありつつも、本当にたくさんのことがあったのかなっていう。っていう、大受け大爆笑ボケの置いといて、から本当の告知です。ついに、僕、芝、オフラインイベントを開催します。誰が来るんだって感じですよね。まあ、ついにと言ったんですけども、ついに東京でということでね、オフラインイベントを僕のチームで、開催します。まあ、チームメンバーはですね、皆さんご存知、その、赤メイン、六国、丸武、ジャイケル、ペオルシバ。あと、ヨウ。もう本当に、オフラインイベントって何なんだっていうと、本当にもう、これに会えるよっていう。はい、もうこれに会えるようにつきますね、本当に。それだけです。普段ゲームで見てる人たちと実際に会って話し合いができるだとか、そんな感じですね。東京以外だったら何回かやってるんですよ。広島とか、大阪、沖縄みたいな感じ、いろいろとやってるんですけども、ついにま、東京でできるようになりましたということで、東京だとね、会える人が多いのかなということで、本当もう死に物狂いでカメラ回しました。東京の、この辺です。はい。この辺かな。まあ、この辺かもしれないし、この辺かもしれないし。まあ、そんな感じです。まあ、オフラインイベントね、何やるんだということで、ほんとなんか、ただただ俺らと会うだけでね、面白いのかっていう、まあ、そういう疑問を持った方々いるでしょう。まあ、担当直入に言うと、ただただ俺らに会えるだけじゃ、まあ、面白くないですよね。ということで、まあ、いろいろあるんですけども、まあ、大体3つあります。これさえ覚えとけば、もう自分の志望学校とかも受かると思うんですけども、1個目がですね、トークショー。で、2個目が交流会。で、3個目がチェキ会。っていうこの3つですね。で、この3つがね、全部値段が違くて、そこはまた詳細に載ってるんですけども、男性が大体1個5、6千円で、女性は無料です。1個目のトークショーみたいな、まあ、トークイベントって言われるやつはですね、まあ、一番メインイベントで、僕らメンバー、さっき言った、ほんと、うぞうむぞうたち。オフラインの会場で実際にゲームやってる。まあ、それこそ人狼だったりとか。普段ね、あんま絡みないじゃないですか、僕ら。全員で絡むみたいなの遊びが見れたりします。まあ、そこのイベント内容についてまだ秘密で。前回とかだと人狼やったりとか。あとは、クイズですね。例えば、僕の動画で一番再生回数が回らなかった動画はどれでしょうみたいなクイズをバーっていろんな人が2問ずつくらい出して、一番正解が多かった人にグッズをプレゼントするだったり、
みたいな感じで、前回はそういうのやりました。まあ、今回はね、結構大規模なんで、もしかしたらもっとすごいのができるんじゃないかなと、俺は思ってます。でも本当もし、いろんな設備とかが、不備があった場合は、ほんと最悪しりとり。で、次の交流会、2番目ですね、交流会。交流会に関しては、実際に皆様が僕らと会話ができるっていう会ですね。まあ、ここはね、あんま時間がないので、この動画好きですとか、ありがとうとかみたいな会話はできるので、あと僕がコミュニケーションが苦手なので、実際来てもらったら意外と元気ないっていう姿も、逆に面白いかな。メインイベントですよね、次が。チェキ会ということで。皆さん、チェキってご存知ですか？なんかエモいやつですね。エモい写真みたいな。あれを、撮れます。で、僕とかはですね、やっぱ大人気 YouTuber なので、もう結構売れてしまっていて、あと数がすごい少ないんですよ、チェキって。ちょっともう、すでに、もしかしたらこの動画が出る頃には買えなくなってる可能性もあるんですけども、おそらく買えます。お願いします。っていう感じの三部構成になっております。おさらいすると、トークショーは、9面全員での絡みが見れる。もしかしたらそこでゲームやったりだとか、いろんなイベントやったりとかをするっていうショー。ここがメインイベントですね。で、次は交流会っていう、ファンのみんなと僕らが会話ができる会。チェキ会っていうみんな写真を撮れるよっていう、好きなクリエイターと写真が撮れるよっていう会です。という感じの3つになってるんで、ほんとね、これを聞いたらね、ほんと思ったと思います、皆さん。誰が行くんだって。で、チケットの購入方法なんですけども、僕がですね、もうめちゃめちゃ簡単に説明します、今から。小学2年生でもわかる。小学2年生で親のクレジットカードを使ってでもできる。そのぐらい簡単な説明をするので、概要欄、まず皆さん買いたいって思った人、一旦概要欄。行ってもらって、購入はこちらって書いてるリンクがあるので、そこに行ってください。そっから僕が今から教えます。手順を。こうしてください、みたいな。もうほんと、すぐ終わるんで。これは俺チームからお金もらってもいいんじゃないかなっていうぐらい、もうめちゃめちゃ簡単に説明するので、今から、動画今から出すので、行きますよ。3、2、1。はい、ということでね、チケット完全攻略チャンネルへようこそ。まずはですね、この右上の方から新規会員登録をしてもらう必要があるのかなと思うので、そちらはですね、皆さんおのおの終わらしちゃってください。で、それが終わったよっていう方々なんですけども、僕のリンクを踏んだ方々はですね、こんな画面に行くと思うんですよ。いや、もうさ、ちょっと多すぎてよくわかんないじゃないですか。めちゃめちゃ簡単な方法があって、この調べるボタンを押すじゃないですか。で、僕さっき言った、トークショー、交流会、チェキ会って言ったと思うんですけども、みんなもうこれをもう打てばいいだけですね。僕はトークショーに行きたいんだ。みんなでゲームする姿が見たいんだっていう方はここにトークって言ってください。そしたらもうトークショーできます、このように。で、ここで、日程を選んで、一般が学生か、年齢だけ選んで、何人で行くかっていうのを選んでカートに入れるだけ。これだけです。はい、もうめちゃめちゃ簡単です。逆に僕は皆さんと話したいんだ。会話をしたいんだって方々はここに交流会と打ってください。そしたらですね、見てください。交流会って。またここで自分が行きたい日と、数ですね。交流会はね、年齢関係なく、料金同じだと思うので、こちら交流会選んでください。チェキも同じです。チェキもここにチェキって入れてもらって検索入れるといっぱい出てくるんですけども、ここ2つですね。ここ2つのチェキ撮影。で、ここで、第1部。第2部、これ、Day 2、Day 1なんですけども、12月15日に行きたいよって方々は、この第1部、これ何かっていうと時間が違います。第1部は13時45分で、みたいな感じで、時間決まっていて、この時間に関してはですね、皆さん詳細、僕の概要欄にもう一つ貼ってある詳細はこちらの方で見てみてください。自分が行きたい日付と自分が行きたい時間を選んでいただいて、例えば第1部だったら、ここで、第1部選んで、で、誰と撮りたいかを選んでください。もう、洋さん売り切れちゃってて、本当にもう、先着順になってくるので、早い人はもうガンガン売り切れちゃうって感じになりますので、でも写真とかに関してはですね、もし時間に余裕があればですね、交流会の方でも撮れる可能性があるので、チェキじゃなくて普通の携帯の写真でいいやって方々は、交流会だけって感じもありかもしんないんですけど、時間的に写真をバーッと撮っていくのが難しいってなったら、もしかしたらチェキだけでしか写真が撮れないという可能性もあるので、確実に写真が撮りたいという方々はこちらのチェキから選んでご購入ください。僕の概要欄の方にですね、詳細っていう画面もあるので、こちらをぜひ見てもらって、はい、こちら見てもらったら本当時間だったりとか値段とか全部書いてあるので、そちら見てから購入を考えてみてください。じゃあ戻ります。ありがとうございました。いや、購入ありがとうございました。はい、ということでね、皆さんも購入終わってると思います。
もうほんとここまで来て購入が終わってないっていう方々はもう俺は信じられないので、いろいろ説明したんですけども、オフラインイベントがありますよっていう、まあご報告動画ですね。まあ今後ね、結構実写動画とかはね、上げていきたいなっていうふうに思うんで、もし実写動画もっと見てよって方々ですね、高評価。で、ほんと、ただ黙ってゲームだけやってろっていう人たちは、高評価。まあ、あまりね、画面上で見てる人に会う機会っていうのは本当にないと思うので、もし興味がある方々はぜひ、来てください。はい、ということで、今回の実写動画はこの辺です。まとめるとですね、オフラインイベントを東京であります。会いに来てくださいということです。もうほんと、これだけで終わった。なんなら動画。うん、今日。いらない全部。オフラインイベント東京であります。会いに来てくださいっていうのを、ほんと収益化が通るようにですね、8分に、どうやって8分にするかなみたいな感じで考えて8分にした動画です、こちらは。はい、ということで、まあ、総括すると、本当に、早く結婚したい。